出しとく出しとく出しとく一問出しとく確かに一問クイズ出しとく俺めちゃくちゃ考えてきた どうしてもどうしても一問クイズ出していいですか勝手にすみません勝手に勝手に手を振ったりとか動きをつけていただけると嬉しいですありがとうございます以上をもちまして質疑応答のお時間を終了とさせていただきますありがとうございました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 どうぞ皆様ご講談ください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。クイズ出すコーナー。めっちゃ考えたんだよね。出しとく出しとく出しとく一問出しとく出しとく一問クイズ出しとく一問クイズ出しても出そう俺めちゃくちゃ考えてきたどうしても出したいクイズどうしても一問クイズ出していいですか勝手にすみません勝手に勝手にぜひお願いします。すみませんね。あの皆さんはマクドナルドでハンバーガーのメニューを見てハンバーガーなどを選んでると思うんですけど、実はハンバーガーショップ以外でもハンバーガーメニューと呼ばれるものをよく皆さんは触ってます。さてどんなタイミングで触っているでしょう。おお、誰に問いかけるでもないそれこれ答えの発表どうすんの答えはじゃあクイズノックのサイトでマジ言っとく言っとく言っちゃう正解はウェブサイトを見るときに皆様ハンバーガーメニューというものを触ってます。あの3本線が横に並んでいるボタンがウェブサイトの上とかにありますよね、うん、あれをハンバーガーメニューというんですね。あれをですね、まあ、皆さんよく触ってるんですが、実はそんなところにもハンバーガーが隠れてるよという問題でした。いいクイズだね。ありがとうございます。いいですね。ありがとうございます。山もオチもないですがただクイズを出して帰るだけってありがとうございました。スペシャルクイズまでありがとうございました。クイズ担当の皆さんでした。どうもありがとうございます。昨日考えといてって言っておいてよかった。よかった。ありがとうございました。ありがとうございます。失礼します。ありがとうございました。